来週ですけれども強い寒気が到来するタイミングがありそうですか。そうなんですね、29日から30日にかけて低気圧が通過していった後、30日から今度、ね、1日にかけては、ね、冬型気圧配置かなり強まりそうなんですよね、はい、でその様子、ね、天気図でまずご覧いただきましょう、こちらが1週間の予想天気図になります。まずこちら、あさって29日日本列島2つの低気圧が発達しながら通過していく見込みです、はい、30日になりますと低気圧が東の方に抜けていきまして、まあ、日本付近だんだんとですね等圧線縦に並びます。冬型気圧配置が強まるんですね、はい、でさらに1日にかけては上空の寒気も今シーズンこれまでで一番の強さとして流れ込んでくることになりそうです。で荒れた天気としてはもう29日から始まる予想なんですけれども、こちらがですね29日の降水エリアです。でご覧の通り、まあ、西日本を中心に活発な雨雲がかかりやすく、また全国的に天気が崩れる見通しとなります。沿岸部中心に風が強く、まず雨として、この日は、ね、荒れた天気になっていくというふうに見られます、はい、そしてその後ですね30日はどんどん冬型気圧配置が強まる見込みでして、上空一気に強い寒気が入っていきます。これ30日の夜の天気予想ですけれども、はい、北海道のほか東北の北部でもこれ平野部でも雪の可能性があります。でさらに北陸から山陰地方にかけても山沿いでは雪が降る見込みです。もうこちらのエリア西日本や東日本の日本海側でも標高高いところを車で運転される場合には冬タイヤをご用意ください、はい、また30日以降は風も強く吹いてやはり荒れた天気が続きそうです、はい、最新のお天気や気温の情報についてはアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。